といえばツヤ肌なイメージもあるけど、アイドルの方って意外とちょっとマシュマロ肌っていうか、セミマットなお肌、お顔の中心に塗る感じで塗っていきます。シャネル、シャネルです。これ私ね最近すごいハマってて、いつもより指で伸ばすより多めにつけて、クッションのパフでクッションファンデとかについてきてるパフで、そうトントンね叩き込んでいくと、クッションのこうつるんって表面がつるんってこうコーティングされたみたいな質感を、別にクッションファンデを持ってなくてもいつものファンデとかで、あの結構時短で作ることができるので、ツールは大事ですね。やっぱりツール大事だねツール大事だからさ、すっごいツヤツヤに仕上がるクッションファンデのパフって、マット系のパフよりも表面がねツルンってしてるのが多くて、やっぱ何でつけるかによって全然ね、ちょっとなんかここの予期せぬサイドにニキビができちゃうってこと。今日韓国メイクっていうとツヤ肌なイメージあるけど、アイドルがそうかっていうとちょっと違うかもしれない、ね、なのでちょっとふわふわ感を出すためにパープルのお粉、ちょっとマシュマロ肌っぽく仕上がるやつで、まあ、ふわふわっとこんな感じで、だいぶふわふわっと、もともとお肌綺麗なので本当になんか色のムラを消したみたいな感じかな。でそしたらね、これもうずっと人気ですよね。これね、これね一回欲しいと思ってたんですけど買ってないやつです。そこ私ハゲちゃうんですよね、ここ。あ、なんかインスタで見たかも。そうですよ本当に。でも私もここないかも。いつも前髪下ろしてるか分かんないけど。あ、そうですね、下ろすと無事なんですけどね、全然絞ったりするとちょっと気になっちゃう、でこのままちょっと首までシェーディング入れると首も細く見えるから、アイドルの人だったらこのくらいまでやってもいいのかなって、こんな感じ。もう顎先を尖らせるように。尖れ尖れと尖れ尖れってベースはねざっくり完成しました。そしたら結構アイメイクがメインになるので、アイメイクだけに先に仕上がるといかせちょっと怖く見えちゃう可能性がある、ブラックピンクなのキリッとした感じだと、なんで軽く先眉だけ描いておきます。目幅が横にグッと出ることを想像するので、眉山はねちょっと結構外側に持っていきます。韓国アイドルの人って強めメイクでも眉毛はすごいふんわり、なんかこう、まあ、でもそうかアメリカとかだと結構濃いアイメイクに眉もガツンみたいな感じだけど、そうですね、アジア人はそこまで顔の凹凸がないから、まあ、どっか強くしたらどっかは柔らかくしとかないとアイドルっぽくなくなっちゃう。あ、確かに確かに、愛され要素がなくなっちゃう。強い強い強いみたいな感じになっちゃう、ね、私はもう今日はみさとちゃんがブラックピンクのオーディションに行ってないような意識で5人目として絶対無理。ヒンスのパレットを使っていきます。でそしたらですね、下段の一番端のちょっと練りっぽいブラウンを目尻のところにちょっと深さを出すのに入れます。ちょっとねジェニーちゃんっぽい感じにしたいので、猫目っぽい感じにしたいから、とにかく目尻にこうギュってシャドウで高さを出しておきます。上段の一番端の淡めのパープルを重ねます。絶対可愛いです ね。ヒンスって可愛いよね。可愛いですね。突如流行り始めてさ、もうなんかいつの間にかポピュラーブランドみたいな。本当にちょっと上まぶたと下まぶたつなげるようにここに、やっぱ上下で色が統一されてた方がグッと目幅も広がるし、一番濃いブラウンがあるのでラメ入ってるんですかね。そうそうそう、かわいい。目尻にちょっと高さ出すような感じで入れます。とにかくちょっとジェニーちゃんみたいな猫目にしたいので、目尻に高さを出していって、それ以外のとこにはあんま入れない感じ。もうなんかね、確かに目頭の方はそんなに色塗ってないですもんね、今。最初塗ったぐらいかな。なるほど。でもやっぱこういうとこで細かく上と下がつながってると一気にその統一感が出るっていうか、こうじわって色が広がってるように見えるから、すごい自然に仕上がります。
このマックのブラックピンクのリサちゃんとコラボしてるこのアイテムをせっかくなので使っていきます。私はねリサちゃんがね一番好みですめちゃくちゃ綺麗ですよね。綺麗。この際のとこにちょっと乗せてぼかします、うん、指でこれはいけちゃうタイプのやつなんですね、うん、指でいけちゃうね。このね、二重幅のね中心側からもちょっと色を入れるとより引き締まった印象になります。めっちゃ盛り上がってきた。いやめっちゃ私盛り上がったんですけどこの目の下ラインも少しロム&これ持ってます。確か持ってる、はい、めちゃくちゃすごい透明感ラメみたいな色ですよ、うん、あの普段の涙袋シャドウみたいに、うんうん、幅広くのせるとかなりギャルい感じになっちゃうので。確かに色も色ですもんね。そうそうそう、だからギュッて固めて際にのせた方がなんかアイドルっぽいかも。そしたらちょっと目を閉じてもらって、はい、このねさっきのパープルシャドウのちょうど真ん中開けてたのでここにちょっと際って感じですか、乗せてるのは、うん、際です。まあ、ちょっとね、ここの部分入れます。この下の粘膜のところをちょっと埋めていきます、うん、これは変わりますね、きっとめちゃめちゃ変わりますねこれは今、エテセの下地を使ってます。おーめっちゃいいって聞くんですけど、うん、なんだかんだ使ったことなくて、なんかね、コームの部分が結構細いので、なんか美里ちゃんは全然そんなことないんだけど、はい、ちょっとまぶたが重くてかぶさってて根元から下地塗りにくいなみたいな人とかもすごい塗りやすいなと。リップはイニスフリーを塗っていきます。なんか鼻先が韓国アイドルってめっちゃもうそうなんですよね、鼻なくないみたいな綺麗なんだけど、あれがさ可愛いとされてたらさ、うんうん、みんなさ整形するしかないよねぐらいな。そうですね、あそこを求めちゃうと、ね、並んだらなんかすごいことになりそうって思う、うん、多分本当にテレビで見るよりも顔とかの小ささがすごそう、うんね、だってですよね、テレビでさぽっちゃりって言われてる人さ実際会ったらえ全然普通じゃないみたいならしいですね。感じあんまりなんか会ったことないから分かんないけど、うん、って言いますよ ね、まあ、こんな感じで完成しました。イエーイとか言わないからございました楽しかったです。えありがとうございます。なんか、うん、すごい調整が裏ではいろいろあるんだなと思って。確かにメイクも髪も機械もありがとうございました。バイバーイ。なんかどうやって巻くと韓国っぽい巻き巻きになるんですか。いろいろってよじゃあ今どんな感じでやってるんですか。じゃあなんかね髪の色的にね、うん、普通に多分巻くとどっちに行くんだろうってなっちゃうか、 K-POP なのか、はい、ギャルなのかって。ああちょっとなるほど、うん、だからちょっと、はい、あの縦でもなく横でもなく普通の巻きとはちょっと違う感じの平行で、あだからちょっとなんか斜めっぽくして平面で巻いてますね。くるくるって巻きつけてるんですね。
そうね、なんかそれちょっとなんか難しい。プロフェッショナルが、プロフェッショナルが垣間見えますそうですよね。なんか黒髪の時にまたこのメイクやったらまた違う感じになりそうですね。違うと思う、うん、